はい、チャラリンコ。今日はね、早朝1時間ぐらいだけど、近所の海にサビキ釣りにやってきました。暑くもなく、寒くもなく、いい釣り日和です。で、釣り方はこれサビキ仕掛けといって、ロケットカゴにこのアミヒメというアミクマセを入れます。8分目ぐらい入れて穴を回して作ってやります。これでコマセが出るようにして、その下にサビキ仕掛けというものをつけます。疑似餌のような針がいっぱいついた仕掛けです。下に今回は軸の 20g をフックを外してつけています。サビキ針のサイズは今回5号と6号を使用しています。ジグまたは重りが底についたら少し待って上に上げて誘いをかけてやる。これで疑似餌がコマセと同調します。はい、釣れました。アジ、あ、アジだ、アジです。初アジ釣れました。東京湾のブランド黄金アジ、金アジです。刺身でも焼いてても美味しい。油が乗ってて美味しいです。こちらはサバです。結構大きいサバが結構釣れてきます。ってことでね、釣りから帰ってきました。はい、本日の釣果です。もう今日はね、もう釣りたてをすぐね、料理していきます。はい、で今回の釣果は、朝間詰め小1時間ですね、サバ、マサバが6匹とアジが1匹、金アジが1匹、うん、でこのね、マサバ1匹は、隣のね、隣で釣りしてた素敵なお兄さんが1匹どうぞってね、ご好意で1匹いただいたんで、僕が釣ったのはサバが5匹とアジが1匹になります。うん、で一番でっかいサバで、今ね測ったら26センチですね。一番でかいマサバで26センチ。ね、なかなかいい方のね、サバがね、今釣れてます。で、今日はね、料理コーナー。このマサバ、釣りたてのマサバで超美味しい干物を作っていきます。で、6匹いるんで、みりん干しと天日干し、ね、そちら2種類をね、今日紹介していきます。皆さんもサバ釣ったら、ぜひこれやってほしいっていうぐらいね、すっごく美味しいレシピです。はい、じゃあね、さばいていきます、ね。もう今日天気がいいからね、干物にぴったり今日。まずね、この鱗とぬめり、新鮮なさば、にはね、鱗やぬめりがね、たくさんついてます。これをしっかり取ります。はい、したらね、エラ外しとくか。こうちょっと押してやるとこうエラが開くから、このエラの釜の付け目に包丁を立てて逆さにして入れてやる。で、これをかき出して、あんま俺これうまくないね、引っ張ってやるとエラが簡単に取れます。で、あとこのね、今回腹開きにしますね。もう腹開きとか背開きとかね、いろいろあります、やり方。今回は腹開き。そしたらここにね、切り込みをスッと入れてやって、あとはこのね、中骨のところ、これを、下の方を残して、背側の皮を残して開いてやる。こんな感じ。はい、でこんな感じでね、開きました。ね、中骨取りたかったら取っちゃってもね、いいです。時間短縮になるんで中骨取っちゃってもいいんだけど、はい、もうこれだけ。うん、で、あと今回はね、これを頭取っちゃいます。頭ここで切っちゃう。こんな感じ。頭あった方が見栄えはいいんだけど、焼くときとかね、干すとき、あと漬け込むとき、コンパクトで家庭ではやりやすいんですよ。血合いが残ってるときは、まあ、歯ブラシとか、竹のささらとかで、これをね取っちゃいます。これ結構ね、新鮮なうちに処理してるんで、そんなにね、血がないですね。で、これ洗ったる。ここの、お腹のね、お腹骨。こ
これを透き通っちゃうとすごくね食べやすくなります。まあ残しといてもいいんだけどね、これ取っちゃう。よし、こんな感じです。はい、したらね、これで全部開き終わりました。塩を振ります。で、余計な水分をここで出しちゃう、ある程度少し、この塩が臭み消しにもなるんですよ、うっすら。ここで5分ぐらい置いて水気をね、拭き取ってやります。これで臭みはね、余計な臭みも出てくるんで、塩を少し皮目にやって水気を拭き取ってやる。これが美味しい干物の大事なところ。ちょっと作りやすい分量でいこう。水をね600、これ300だから、水を 600cc、60g、水と塩が 10% ですね、僕のは 10% にします。お酒、日本酒を 100cc 入れます。この日本酒を入れることでふっくらね、風味よく仕上がります。臭みも消してくれて風味よく仕上がるんですね。はい、でこれを混ぜます。で、あと氷を少し入れます。氷を一つ入れてやる。20から25センチぐらいのサバだったら5、6枚いける分量です。はい、でこれにね、水気をよく拭き取ったサバ、これをつけていきます。3枚だな、3、40分つけておきます。はい、そしたら今度みりん干しいきましょう。みりん干しはもうこの桶を使います。で、水気をね、魚の水気をしっかり、拭き取ってやってください。で、これはね、みりんと醤油大体同じ量ですね。この量だと、まあ、みりん 100ml、 本当はたまり醤油があればたまり醤油使いたいんだけどないんで、濃い口で口を 100cc、 同じ量です、同量で。これが一番うまいんですよ。手と身の方より皮の方が吸い込みにくいんで、ちょっと表をつけたらちょっとねひっくり返して皮の方をつけるという感じですね。まあ、味が濃いのが好きだったら30分40分ね、天日干しと同じように、同じ時間つけちゃって構いません。はい、ちょっとラップしてやると全体に液がいくんで。これ釣り具のポイントにこれやるいいやつがあったな。あ、つやつやつい。よし、じゃあ、ね、ただいま、気温26度、風速2メートル、天気晴れ。干し時間は3時間から10時間、風や気温で変える。表面が乾いて別光色になるまで干す。うん、いい感じの別光色。今回は約5時間干します。よっしゃ、こっちがみりん干し。こっちがみりん干し。別光色。で、こっちが天日干し。いや、いい感じだね。いい感じに干さってる。で、今日はこれね全部食べないんで、ラップして冷凍できるんですよ。だからちょっとラップして冷凍しちゃいます。で、明日の朝ごはんで食べる分をチルドにしとこう。で、すぐに食べない方はね、ラップしてフリーザーパックに入れて、んで冷凍しとけば、保存食としてね作り置きが可能です。それじゃね、これ焼いていこうと思います。ね、こっちがみりん、こっちがねみりん干しで、こっちが天日干しの方ですね。で、これ両面焼きグリルじゃなくて片面焼きグリルなんで、この身の方からね、魚のこう開いた身の上になる部分、上から先に、焼いていきます。中火ぐらいだね。うん、弱めの中火。うん、こんな感じかね。弱めの中火、弱めの中火で2、3分。みりん干しの方もね、ひっくり返してやって、あとは皮目を焼いていく。あ、いいね、いい感じの焼き加減。
まあちょうどいいね。右がみりんでこっちが天日干し。で表に3分焼いて皮目をね、2、3分ですね。それでこんな感じ。いやめちゃくちゃうまそう。大根おろしで今の季節秋なんで、すだち完璧っす。優勝、天日干しのサバの開き完成です。でもう一個みりん干しとね、みりん干しの方にごまをかけようと思ったんだけど、なかったんでいや、うん、まあこんな感じでね、サバの切ってきたサバの天日干しと、みりん干しの完成です。これもめちゃくちゃうまいです。じゃあもうね間違いなく優勝なんだけど、まず醤油とか何もかけずにね、そのまま中骨外しちゃってもいいんで、最初に中骨外してやると食べやすい。はい、こんな感じですね。大根おろしも一緒に食べたいけど、まずはそのまま、はい、これをいただいてみたいと思います。はいはい、お疲れチャラリンコってことでね、早速、干物2種類ですね、天日干し、みりん干し、いただいてみたいと思います。さあ、飲むぞ。レモンサワーうまい。じゃあね、天日干しから、サバの釣りたての天日干し、いただきます。全く臭みもなくてね、淡白で、この塩加減ちょうどいいですね。うまみがあります、うん、やっぱ干物はうまいね。釣ってきた20センチ前後のサバはもう干物が一番うまいと思うね、うん、で大根おろしとちょっとすだちを絞って食べてもうまい。最高。このすだちを、大根おろしとすだちがすごいね、風味が良くてさっぱりさせてくれて、これはね、ご飯もお酒も進むね。うん、うまい。バッチリ。じゃあ今度はね、みりん干しの方。これもね、またお酒にもご飯にも合います。この骨の周りの肉がまたね、うまいんですよね。いやー、いい風味だね。これはね、この二つ、めちゃんこウルトラスーパー美味しいね。もうめちゃんこウルトラスーパー美味しいです。うん。だからもうね、まあ、スーパーとかで売ってる切り身のサバとか、アジもね、同じような作り方でできます。切り身だともっと簡単に、サバって手間がそんなないんで、もっと簡単にできるし、ぜひ皆さんもね、これ、釣り人の人は、まあこれ、今ね、近くでこれぐらいの20センチぐらいのサバが今結構釣れてるんですよ。だから釣りする方は、ぜひ持ち帰ってサバをこんな風に干物にしてみてください。もうめちゃくちゃ簡単で、慣れるとすごい簡単ですごく美味しいんですよ。うん、ぜひやってみてください。はい、ということでね、今回の動画、釣ったサバを、美味しく食べる方法として、天日干しとみりん干しっていうのを、紹介しました。これがね、嘘をやってみよう参考になった、思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。はい、じゃあね、チャラリンコじゃんけん、さあいくよ、イエーイ、チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、今度はね、チェキです。チェキ、チェキラップ、ラブ&ピース。はい、また見てね、チャンネル登録よろしくね。あれね、めっちゃ